肩出しのワンピースやねんこれ。ね、100人おったよね。こんばんは。ワイナイナ見た。え、ちょっと、昨日さ寝落ちしちゃってさ、ツイートするの忘れて後でするんですけど、昨日のワイナイナさん見てほしい。ジェットコースター乗ったんですけど、マジでおもろい、マジでおもろい。なんか一人ジェットコースター乗った時さ、前におじさんがいてん。それでないしな、それでないし、そうよ。よだれ柳、そうよだれ柳歌っちゃった。今ちょっとすねやままいさんやから、みんな行かん行かんとこってどうせ八期生入ってきたら。いいよ全然。でも帰ってきてない絶対。こんばんは。そうさっきパッてね入った八期生のショールームの壇上に Y のファンの人がいた。101番やまいは八木山舞ちゃん。肩やぶけてこういう服や。そうなんか別々やねん。タンクトップみたいなワンピースに上からニット着るみたいな。そう今日はポニーテールでって言ったら、なんか後ろすごいことしてもらってんけど見えへん。ワイナイナ見た？おもろかったよな、めっちゃ。今日涙袋ぷっくり。マジでほんまジェットコースター楽しかった。でもなんかユニバのさジェットコースターって結構なんか生死さまよう感じじゃないですか。あ、死ぬかもみたいな。でもヒラパーさんのはちょうど楽しめる。恐怖感というよりかは楽しいのやつやった。歩く補正の子がまいちゃんのダンス、マジ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 、何番の子。嬉しい。そんなこんばんは。背高い子多かった。あ、そうなんや。でも7期も結構背高い子多いよね。こんばんは。入ったおもろかった。 DD はグループを盛り上げるか。まあそうやね。でもいい、全然いいよ、いいねんけど、あの寂しいので、はい、私は寂しいです。ここは八期生オーディションの証明。そうです、私候補生かもしれない。こんばんは。先輩メンバーの登録、そうだってさ、こんなん初めてやからさ、後輩が入ってくるのが、そんなんもうお前どうしよう、ないかんとって。フチおんの？今ちょうどさ連絡来た。フワおんの？あ、ほんまや。フワどうする？みんな八期生に行っちゃう、どうする？フワ寂しい。でも全員がさ今ショールームしてるわけじゃないよね、100人全員が。こんばんは、頑張って。久しぶり。あ、 T シャツ届いた？タグ付けしてたの見た。こんばんは。アンコールガールよかった。やった、来てくれたんです。今日受けてたよな。今日受けてた、いつも受けてるみたいになってるけど。でもちゃんと最初ね、昨日ウィンクのマネージャーさんと喋ってる時に、あのあえて明日ハロウィンやからかぼちゃのかぶりもんかぶって、でも関係ない話をして最後までそのかぼちゃに触れへんっていうやつでもいいなって言われてんけど、それでも髪飾りとかあったからそれできんかった。
ばんは。ひらぱーさん行きたい。まー、あ、ちゃん。そう、最近ふわねえ、まー、あ、ちゃんになってん、呼び方。こんばんは。ふーちー、ふーちー、こんばんは。昼に入ってました。そう、今日ウィンクさんの昼公演がね、なんかみんなツインテルで揃えたらしくて、そう見てたんですけどね、自己紹介もみんなぶりっこしててめっちゃ面白かった。久しぶりに来れてありがとう。去年の今頃はあなたたちのところ行って先輩から言わやっぱそうなるよね、何も頑張らないと。マイティーもアピールしてきたからありがとう。スキッパ山、これ今ここ歯ないね、前はぬき山まいちゃんな。62番の子の泣き、オーディション受けてるし、会ったことあるんかしら。あ、でもね、何人かいたかも。新入生、やばい、コメントそこつくかも。あ、大丈夫大丈夫。新入生どんな子かなっていう。あ、確かに気になるよね。前も絶対さ、ファンの方の立場やったら気になるもん、絶対見ちゃう。でさ、あのなんていうん、最初新しく入ってきた子を応援して、あのあれ、あれアピールしたくない、なんていうん、子さんアピール、俺ショールーム見てたしみたいな、あれやりたい前も俺ショールーム審査から見てたしみたいなアピールやりたい。スネヤマ舞ちゃんやしな、それは許せないですね。ふわふわも怒ってるね。こんばんは。ふわのキレキャラ。舞ちゃん今日目でかい、目でかい、メイクかな。あ、あ、思い出した、今日カラコンした前やからや忘れてた。そう、今日カラコンしてん。どう、あんま変わらんでも、変わる。ふわたち、ふわたち可愛いから大丈夫かな、みんなを信じるよ。あっ、なんもない。そう、今生誕ティー絶対絶賛考えてるので、お楽しみに。何色にしよう、お楽しみに。え、どうしようかな。なんかさ、やっぱパッて見てさ、例えばやけどさ、はるかさんとかオレンジのやんか、いや、オレンジの T シャツやんか。そう、オレンジとかさ、めっちゃパッて見て、あ、はるかさんのファンの方やって分かるけどさ。でもシンプルなのも作りたくて。2枚作るとかなし、セタンティ2枚つけるのなし。マイティ配信暗視転換すごい、やった。7番山舞ちゃん落ちてた子思ってないおい、7番やっけオーディション。なんかさ、そう、自分が弱いわね、弱いわ。自分が受かったことよりもなんかみんなで受かりたくて、前はセレクション受けたこと、なんかあんなに一緒に頑張ったのに、なんか残酷な世界やけどね、なんかそれが辛くて泣いてた前は。うん、でもそういう、そういう世界やからね、しょうがないけど。七木大好きマンですよ、ですわよ。ほんまに、ほんまに、みんな優しいなありがとう、みんな。何のカラコンか忘れた。なんかマルコみたいな名前のやつ、マルコちゃんみたいな、なんだっけ、ヒムコ、ヒムコじゃあ、それ日村さんのやつや、なんやっけ、なんかそんな、なんちゃらこみたいなやつ、あの YouTuber さんのコラボカラコンみたいな、なんちゃらこやった、なんちゃらこってやつ、忘れた名前初めて、なんか来た、初めてた、
マジね。マスクマスク。誰が来たと思いますか、皆さん。マスクなくした。ちょっと待ってね。あんた歌えない、コンサートの曲。あ、そうじゃないよ。あんたコンサートの曲歌いそう、ナンバーワンの人やから。あんちゃん今大阪魂のあれをしてます。この前間違えたから。あんちゃんね、前な間違えたんよ。やったー、失礼します。あんちゃんが来た、やったー、あんちゃんが来た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 。そう、さっき8期生のショールームが始まって、みんなが8期生に流れてしまう件について。あら、どう思いますか、その件について。学びあんじゃさんは、それはそうですね。いやね、それはこれはもう非常に私はもう緊急事態だと思っています。本当にダメですよ皆さん。はい、ねえ、ねえ、どう思ってんですか皆さん。ねえ、どう思いますか。聞き返した。どう考えてもアンジュでした。チュッティでした。もうちょちょ、それはダメです本当にね。まあでもよく考えたら、今お前らのことを応援してくれてる人も6期生の方から流れてきたかもしれへんし、考えるとね、何とも言えないんですけど。寂しい。平和やな。平和やな。あんちゃんのために麻雀頑張ってるやって。ありがとうございます、やります。なんか来た。そう、さっきまでな頑張っててね。まだ8時なんとかね。私まだ7時。美咲が来たよ。え、53番アンジュ推しやって。53番の子。いや、分からんで、ほんまかな。え、アンジュ推しの子いた。ほら私、あ、やばいやばい、美咲が来たって。まいちゃん大好き。え、嫌い。まいちゃんのファンの皆さんごめんね、私がね、まいちゃんの彼女です。最近さ、聞いてほしい。なんかおい、みさきとでもこの前私、まいちゃんから許可出ました、本当に。ちょ、落ち着け、みんな落ち着いて、はい、落ち着いてるよ。最近、なんか帰る時とかもなんか左腕にジオン、右腕にアイカ、後ろにみさきみたいな、なんか、もうよくわからんじゃん。私いつもぼっちにされてます。してないよ。本当です、あのぼっちにされてます。それを私は後ろから見守ってる。無視してます。最低。だって前には腕が2本しかないからさ。でも舞ちゃん足つかまる。足につかまる。え、でも皆さん、あのもしぼっちの美咲がいたら声かけてください。そう、ジオンがいつもねここにくっついてて、アイカがここにあるから。ジオンそっちにいる。そっか、だから美咲がね舞の腕につかまれないんです。アンジュちゃん、アンジュちゃん推しの子、ショートカット。はい、それは本当に売れピーナッツ。売れピーナッツ、うん、お腹すいた。いやー、53番の子覚えとこう。マジいい匂いするから。ほんまに何も振ってない。あら、そんないい女を。何これ人。なんかさ、何してんの？アンジュのために私はやってる。見えるか？マイティと当たらん。あの、じゃあ今日何時やっけ？見て、9時、え、9時からボーナスタイムやっけ？あ、でも画面映ったかも。映ったの？多分。自分見てる。いや、なんかな、多分あれやな、ゲームの画面映したくらい。あ、そうなんだ。多分。危ない。念のため、念には念をってやつ。念には念。前押しの子もおらへんかな。モテキ、そう、弱い、めっちゃモテキかもしれん。いやー、でもな、昨日話してやんな、ピッとピガナ言ってて。何が？なんか絶対毎日のファンになる人は多いから、うん、その前になんか封じとかなみたいな。あ、なんか言ってた。そう、なんか8期生に
なんかマイティのマイちゃんのこと好きって優子来たら愛香はもう絶対もう話させへん。そう。めっちゃ束縛されました。私そんなことしないんだ。私は本当にマイちゃんの彼女。え、彼女彼氏？私は彼女。マイちゃんは男。マイちゃん男なの？マイちゃん男。愛香にも男。ジュンにも男。マイちゃんは女の子がいい。いや、じゃあ二人とも女の子。二人とも女の子。マイティを中心としてリアリティができる。え、あ、取れんかった。すごい。美咲がみゆきさんと対戦してる。私もみゆきさんと対戦してます。まあよしです。ありがとう。みゆきさん。まあみんな子さんアピールしてな。確かに後輩にモテそう。モテるかな。いやいやーやねーやしやり年下入ってくるかな。どうなるな。え、何歳？14今13です。13かってことは同期の年齢忘れないでください。え、え、まあ、ジオンも 13？ ジオン14。え、12やったよ。それ去年の。え、ちょっと待って、わからん。最みんな、え、前さ、コハタンが何、コハタンは21。コハタン20。ミユは何歳？ミユ24。あ、でも全然ミユ23かもしれない。全然わかんない。誕生日一人で。あ、そっか。まあ、人の年齢を。まいちゃん、小学校から勉強し直してください。ほんまや。勉強し直と。やばい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 、めっちゃほったらかしてた。最低やね。うわ。え、ちょっと、じゃ皆さん聞いてください。昨日もね、ユナが前の横でショールムちゃんは麻雀しててね。そう、じゃあさ、こう、あ、ユナがその麻雀押すの忘れてて、前が代わりにあ、ユナの麻雀してた。ね、8期生楽しみです。和歌山出身の候補生が英語得意だって言って。え、どういうこと？やばい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 、英語キャラやめてやめて、死んじゃう私。Oh my god。で、卒業かも、そしたら。でも和歌山県出身がおらへんでも、そう、今 NMB には。そうよ、そしたら和歌山県出身の子。やばい、私卒業か。ゴルフパッド外した日から推しです。ありがとう、外してよかった。じゃあやばい、吉野美咲卒業かも。ダメだよ、やばい、自分の年齢弱い。今年19になります。あと、あと2週間、あと2週間。知らんもん、怒られる。まいちゃん、私の年齢忘れてるから怒ってますよ。ちょっとこれは、え、みゆもうすぐ25歳、うん、え、ほんまに3月で25歳。え、もう全然分からへん。全然同期の年齢覚えられる。まいちゃん、じゃあ私の誕生日いつでしょうか。はい、9月12。あ、ちょっと3月アンジは赤。3月アンジは赤。いっちゃう。9月12はユナか、ユナとフワか。はい、ほんまにごめん、わからんかったし泣いちゃう。ごめん、ほんまにごめん、はい、ごめん、ごめん、アンジュの誕生日も最低。いやー、ほんまにごめん。わかちゃん、わかにゃんは8月16やろ、日にちを一緒やから覚えてね。あ、やばい、またまた、すいません、最低。アンジュ嫌い。ママイちゃんはやばいよ、18歳やねんけど、11月16日。ちょ、ほんまにごめん、みんな。あ、ごめんごめん、アンジュはわかんねー。ミスターチョスの3月12や。どっから出てきた？正解を発表いたします。はい、お願いします。1月13日です。嘘め、はい、嘘め。最低だもん。めっちゃポペポー。まいちゃん最低です。まえ、アンジュいつだっけ？6月10日。うん。まいちゃん最悪。覚えやすいでアンジュやもん。アイカは6月17。どういうこと？アンジュどこ？アイカ5月の30？え？あ、ミヤ、ミヤ、ミユ、ミユ3月。チーした方がいい？え、キャンセルにもしとこ。あ、しとこ。え、待って待って、3月誰じゃん。3月は、3月ミユ。そう、タンタンいつやったっけ。あ、おごれた。タンタン2月じゃなかったっけ。え、3月か。え、ジオンは？やばい、私もジオン9月。え、違う、タンタンも3月。タンタンも3月で2曲いった。もっちゃんは、もっちゃん2月。2月。ジオンは？あ、ジオンか、9月2日ってさっきコメントあった。9月で、あと誰でもかかってこい、私わかるから。みんな言ったっけ？あと
シオンは？シオン。あ、よいよ分からへん、いつやろう。の、知らんわ。ここ。あとね、ちょ、ほんまにこれ。あ、じゃあ私聞いたことある。5月って言ってた気がする。5月？え、じゃあこれで会って私マジで天才ってみんな褒めて。ほんまに、ほんまに誕生日覚え、ほんまにごめん。あ、か4月30日か。え、これで会ってたら。あ、それ4月30日。会ってたら皆さんちょっと私のこと褒めて。じゃあほんまにごめん。ほんまに俺誕生日で、人の顔覚えれんねんけど誕生日はマジで覚えられない。最低だよマイちゃん。ほんまにごめん。あの家族は覚えてる。それ覚えてる。ママとパパとお姉ちゃん覚えてるけど。あ、ふうあといなが19か。誕生日プレントも渡してないな。でも私去年の今年の誕プレ誰からももらってない。俺も誰にも渡してないまだ。いや私なんか全然買ってない。マジ。なんかさ、これさ、2曲行った時めっちゃ申し訳ないな。そうやね、今2曲に行っちゃっても本当に申し訳ないのに、押すのも遅いから申し訳ない。ちゃんと画面見て。申し訳ない。誕生日プレゼントもちょっとニーキさんと対決。渡そうと思って、だからもう切り替えて来年から渡していこうと思って。私アンジュからもらってない。うん、だからアンジュ今年よ、今年。そう、もう切り替えよ、こういうこと。今年は来年からやな。そう、来年。じゃあ来年一発目美咲やん。じゃあそうやね。何欲しい？欲しい、何でも。あ、100万欲しい。なんで？100万欲しい。お金。そんなまだ若いのに。どこのおかんやねん。そう、数字だけはマジでわかんねえな。E3 だよ。3はいい数字って覚えて。3 E3 だから1212 E3。 あ、そういうこと。誕生日、うん、じゃあ1月13。アンジュやで。アンジュはどういうこと。6月10日アンジュ。アンはアンは分からん。適当ね。あのアンジュってことね。アンジュ元気にやだ。これってここだけ隠せば乗っけていいの。いや多分ゲームの画面自体は多分見せたらあかんねん。あの違うの、あれ何、あ、スクショ。うん、スクショやツイッターで。あ、はい、いと思う。隠してたら多分。え、これここまでか。ここも隠すの。いや、ここだけでいい。一応でも、あ、か、うん、名前は隠しといた方がいいと思う。多分これに、あ、え、これだったら載せてない。ここ多分、あ、ツイッターやったら、うんうん、ここここショールームは多分必死。かわいい。ここは、こっち隠さなくていい。そこは大丈夫。大丈夫。マスク、うん、合ってる。これユニチャームの。皆さん、私今からつぶやくんで1番ネギネしてください。やって、美咲がツイートするそうですよ。ちょっと待ってね。じゃあ皆さん、あのツイッター開いてくださいね。スタバの件。そう、みんな、なきさ、みんなスタバ好き。スタバ飲む？あ、美咲あんま飲まへんか。あ、破産するから飲む。スタバ券でも、フーは多分さ、タリーズの方が好きやからさ、タリーズ券みたいなあげたい。あ、リーチ、アンジュのポニーとか。前もポニーテル知ってる。うん、しかもめっちゃ綺麗にしてくださってる。それさ、後ろどうなんかわからんねん自分で。いすごい。皆さん、いきますよ。開きました。あ、ツイートするってさ。1番でいいねしてください。1位の狙ってあげて、みんな。いきますよ、いきますよ。3、2、1。絶対時差あるんよこれ。はい、じゃあ今絶対時差あるんよこれ。いや、みんな開いた？みんな、いいね、来ないよ、みんな。あげる、6位に来てる。来てる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 。お前、勝ったん？負けてるやん。負けてる。負けてる。待って、これはもしかしたらどうなるんだ。うん、え、あ、たまんだ。そう、日本は2曲。あと皆さん、私のツイッターフォローしてね。フォローしてね。フォローしてね。そんなことを言うんではない。セブンのカフェラテが一番好き。え、そう、最近スターバックスラテ、昨日初めてホワイト。ありがとう、ずっとしてくれて。昨日ね、ホワイト。ホワイト。あんたしとらんやないか。何しとるんじゃ。何しとるんじゃ。ホワイトモカを頼んだら、まさか上にクリームが乗ってるって知らへんくて、美味しかったけど。だからホワイトモカシロップ追加にします、これからは。この前、あやかがめっちゃ美味しいカスタム教えてくれた。
って書いて、そう、フーアもさ、結構あれ知ってるようなあのシステムみたいな。なんて？やけどした？ちょっと聞いてきや。すごい。わかにゃんがなんか喋ってた。ピンポーン。わかな、じゃあ私の誕生日や。無言。最悪。誰も誕生日を誕生日を。いや多分。私も分かってるじゃないか。みんな誕生日覚えられへん。いや、みさきだけじゃないよ、お前。アンジュも忘れてたから。ジャスの誕生日1月13日。もう覚えた。私の誕生日明日聞いて。皆さん絶対。いや次次聞いて。絶対忘れてる。113やろ。保証しますよ。まいちゃん絶対忘れてる。いやもう覚えたもう覚えた。そういう時に限って忘れてて。えだってさ普段会話してて誕生日いつって聞く？聞く。嘘やろ。でもこれ一枚も。嘘だ。覚えてるのが。当たり前なんだよ。お前だってさ、ナナキにさ誕生日いつってあんま聞いたことないかも。プロフィールに書いてあるじゃないか。会社。会社。アーモンドミルク。アーモンドミルク。え、そんなメニュー表にあったっけ？なんで見た？書いてたら知らんしょ。あでっか。やばい、私負けてる。ホワイトモカのローファットタイプはハルちゃんセレクション。ローファット。ローファットタイプって何やろ。こんばんは。最初に誕生日覚える。え、全然みさきちゃんにハッピーする。なんだよね、みさきちゃんにハッピーするのところにいるなんて言えない。どういうことですか。あら、あらまたみさき怒っちゃうよ。どういうこと。え、だから八期生のとこの配信見に行ってるよをみさきちゃんなんか言えないってこと。睨み合わ泣いちゃうよ私。まいちの歯医者のとこでありがとう。まいちが慰めてくれると私は信じてる。じゃあスルーで。最悪。嘘や。おかしかったろ。ほんと言ったのよ。まいち言った。聞きましたよ今。皆さん聞きましたよね。まいちゃんおかしかってくれるって言いました。ところでなぎチャンネル登録してる。みんななぎとさんしてます。してます。解説初日にやったよね。え、なんかな、動画が始まる前にさ、なんかみんなでさ、始まるらしいなって LINE してさ、うんうんうん、私多分一番で登録してます、本当に。いや、本当にあの始まってまだ、本当にあの少人数しかいない時に登録してます。そう、何人かは覚えてないんですけど。あれ、あ、なんもない。いいんでした。アニメ、アニメしてる、ちゃんと今ちょっとしてない。してない。よかった。私はしてるな。しないといけないことがあって。アンジュ、私ほらしてるぞ。アンジュ、私はちょっと待ってな。アンジュ、最近の渚さんの動画のあのローンされた。ローンしたきたあの調べてか。何やっけ、渚さんの冬服の冬服紹介のやつ。ぴょんぴょんしてる渚さんがめっちゃ可愛かった。あの、こ、声の、声なくしてた。そう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 、可愛かった。なんで私、ローンしてる。優しい。デイリーミッションの。こんばんは。メンバーを持ったり登録しなきゃ。あれじゃない、多分、あの当たり前にしてるって思っちゃってたんだよね、多分。わからへんけど、なんかしてると思ってただと思います。あ、そうや、ナンバーワングランプリ投稿新人と。ナングラ、さっきはしながら投稿した。え、今回カメラやんな。カメラ一等賞一等賞。え、そうなの。ガチ 4K カメラじゃなかったっけ。私見てなかったかも。どうしよう。置いとったよ、あの劇場に。ほんと？ガチガチカメラでした。嘘やん。ちょっと調べるよ。今日の洋服は肩出し、マイちゃんの洋服のお下がり欲しい。マイちゃんお下がりな。人のお下がり捨てたかも。最悪。わからん。え、なんかほんまに着いひんやつ、ほんまに着いひんから多分誰も着いひん。
どういうこと？なんていうん、なんで買ったんやろってやつたまに悪くない？え、私もこれ欲しい。二等賞の配信に使える、あ、カメラスタンド、これ欲しい、欲しいな。もしマイちゃんとかしよう、なんでマイの努力をオガメラ欲しいな。あ、オーマイガー、なお話、あー、あーちゃんが転げ落ちた。オーマイガー、オーマイガー、どうした？あ、シューハピーさんやお化け、おお、あ、待って、ハロウィンやからお化けおるんか。そうだよ、あーちゃん明日ハロウィン、なんかしたいな。服とか買ったら次の日来ちゃう、わかる。でもなんか買っても、いや今じゃない、今じゃないで、なんか2ヶ月ぐらい放置する服もある。私人のお世話を欲しいんですよ。私あの待って、ちょっ、あ、いけるけど時間大丈夫、私あの8時になったの、まだいける。何時今？7時半。あのあれ、今なんて私が忘れちゃった、何の話してたっけ、あ、おさがりおさがり、あの、私あの一人っ子なんですよ。うんうん、なんかあの私服買ってもらうじゃないですか、うんうんうん、そしていつもあの渡す方なんですよ、私って。友達の、どうぞ、友達の自分が着なくなった服を、うんうんうん、友達の妹とか、あ、小さい子に、あ、おさがりあげる方ってことね、あげる方だから嬉しいんですよ、うんうん、だから甘えた、なんかそんなまあ一応一緒にコンビニ行こう、絶対ついてきてくれちょっと練習するから、絶対ついてきて。カメラサンド劇場配信用にして、あったら便利よな、なんか劇場に置いときたい。うん、ね、ほんまおはげってさ、どうやって隠したらいいの？おはげっていうのそれおはげっていうのおはげ、みんなの、え、なんかさ、あれあるらしいね、黒いポンポンしたらパウダーがついてハゲてるとこがあるみたい。え、でもこれみんなハゲてない？ここ、ここ、あ、そこはみんなちゃん、もうちょっと届かへんから、もうちょっとだ、あ、じゃあ私あの、モバイじゃなくて、ほんまに？ちょっと、ありがとう、私マジでレッスンです。あ、それペッツ、あれやんな、お菓子売り場にあるやつや。あるある、知らなししたことある。ちょっと待って、私のコーナーに持っていたら、ありがとう、マイティ大人気やったお疲れ様です、お疲れ様です、アンジがアンジがコメントしてくれた、雨降ったら、え、確かに、なんか通販番組でもやってて、なんか黒、なんていうんやろ、黒のパウダーをポンポンして隠すみたいな。それで 雨降ったらあるよね、ウォータープルーフじゃないと。こんばんは、さあ明日、あれや、何やっけ、ハロウィンや、え、なんかするの、え、どうしよう、まいちゃん、これ利用料100円です。あ、じゃあいいです、100円ですありがとう、利用料100円出んのこれ、せん、あ、もうね、ビューって出せば、おお、長あのなんか私のポケットワイファイの充電器も、ありがとうね、コンサートまであと5日？え、4日ちゃう？ええ4日？うわ、嘘嘘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 、4日、1、2、3、4、今日入れて、今日、明日、1、え、今日入れて、今日入れて5日、え、31、1、2、ドキドキしてきた、急にドキドキしてきた、ね、私毎日、私ね、いつかね、ショールームでね、勉強配信したいいやん、ひたすら勉強だけをする配信、あれ、あの
教えてもらうとかじゃなくてただ美咲が勉強するのを一緒に勉強、なんかこれをスマホだけ見てこうやって一緒にひたすら勉強する、うん、あ、じゃあ一緒になんか作業する人と、そう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 、あ、いいやいいや、なんかあるよな、そういう動画、ヒューヒューフーとかにある、ヒューヒューフーにあるやついいな、ヒューヒューフーにある、なんかもう言ってるけど、一緒に勉強しようなみたいなあるやん。昨日はだななき密着とことさまドッキリ見て泣いた。いやでもほんまに去年から1年消してほしい。美咲ずっと泣いてる。私なんか隠れて泣いてても、なんか気づいたらカメラが近づいてきてなんか撮られてるみたいなね。あんた私あれだもんね、セレクション初日の時から泣いてたの。な、受かる前から泣いてたの。もうあれなんでねったっけ。え、できてなさすぎて、うん、ダンスの先生にお前は落ちるぞって言った。その厳しい言葉があったからこそやな。それで、あの新幹線の中で泣きながら帰ってたわ。周りの人絶対心配してたよ。あんなちっちゃい子が泣いてる。悲しかった。いいや。あ、ずっと英語しか喋れない配信とかどうやって、何喋ったらいいか分からんくなりそう。でもいいね、やってみたいな。でも、お前ら何も分からん。確かに何も分からん。翻訳機能あったらいいけど、アンジュは必ず一緒に隣にいさせる。面白い。なんで、アンジュ好き。アンジュ寝てまうで。アンジュに勉強を教える。でもな、お母さんと一緒にな、なんか英語しか喋らへんようにさ、したことある。アンジュに、ちっちゃい子、アンジュには無理無理無理、絶対いてもらって、まいちゃんは近くにいたら絶対連れてくる。近くにいたら、近くにいなかったら大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。でも英語ってなんとなくわかるよな。なんか言わんとこやるからね。え、思わへん。あ、今こういうこと言っとんやろうなって、なんとなくでわかる。まあ、会話の流れ的にはやったら。そう、だから、あ、オッケー、ふんみたいな。なんか、生きていける。それって絶対や、わかんない。おまかしてる。いや、ほんまにいけるで、これ。あんた、実践したもん。ほんまに。いける。な、いけるよな。私は、え、それは会話してるから。今から。アンジュに翻訳してもらう。あ、おもろそう。いいね。あ、アンジュなんとなくわかるって今言ってますね。リスニングの勉強、確かにリスニングの勉強になる。あっちゃん英語の発音いいやって。おお母さんに教えてもらってます。お、え、お母さん英語できんの。お母さん英語の先生やって。あ、なんか言ってたな、そう。やけどアンジュは発音しか聞かへん、お母さんに。そういうか、でも歌詞とかで出てくるもんな。そう、マイちゃん何の教科が得意な。なんか髪のさ、生え方とかも多分あるよな。ここ開いちゃう同士の人いますね。ここ開いちゃうの、ここ、ここ、ここ。え、どこも開いてるで。え、違うの、なんかここが開いてるの、こうなってる。そういうこと。こんばんは。アンジュランドが開いてる。かわいい。アンジュ。ピエン。アンジュ。アンジュは日本語が危うい。ね、お母さんに最近言われんで。なんて？日本語なんか苦手って言っとったら、じゃあ英語はできるんかって言われるから気をつけられて。でも私あのそれと思い出したけど、なんか前なんだっけな、あのめっちゃ怖いあの怖い方がいるんですよ。あの何、公演、新しい公演が始まる、あ、舞台監督さんね、時にめっちゃ怖い方がいるんですよ、うん、その方に、お前は日本語より英語の方が得意だから英語で喋ろって言われました。でも武器やもんな、英語がすごいよ。
じゃあマイチなら分かってくれるはず。コウモリあるやんか、うん、あのこっちに出てくる、うん、離れてみた日本地図に見えへん。ちょっと待って、ちょっと、でも私も見えた。これお化けやんな。うん、これは今だるまやんか。待って、もうちょっとお化け、あの背景じゃなくて、いい、ギフトの方、うん、どこ、それそれこれこれ、それを遠くから見たら日本地図におー見える。やな、やな、見えるの。やな、日本や。なんか私なんでこんな日本地図送られたのって昼にずっとも撮ってんやんか。そしたらコウモリやってさ。え、わかる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 、さっきあのショールームの時にアンジュに言われた、日本や、すごいと思った。どこまで行ったっけ、コメント。あ、ごめんなさいごめんなさい、いいよいいよ。しました。あ、そのアンジュみたいな、ただの大食い。そう、給食大好きだった。歯もう大丈夫。でまたもう、あと何本抜かなんかんの。100本歯の毛になっちゃう。歯抜けおばちゃん、歯抜け誰がおばちゃん。誰がおばちゃん。こんばんは。ちょ、何やっけあれ、すごい。ワイネノさんの、今かけますよ私。ワイネノさんで24時間キャンプじゃん、7時間キャンプやった時、やった時にね、なんか横断幕みたいなのがあったんですけど、美咲が顔パンパンの前に寝顔をこうやっていじってきた。いいよ、書きますよ私今。それはこれスクショ、あの時ギリ晴れてたからな。書くわ、アンコールから行くと。ありがとうございます。確か日本地図に見えるっちゃ見えるわ。え、やろう、うん。そう、給食の時間ほど。そうで、ちょ、給食係の日やったやん、うん、美味しいやつちょっとさ、自分の分だけ多いの配ったりしなかったしたよな。あのきなこパンとか大きいやつ。これ肉やめといてくれ。きなこパンってな、粉ついてるやつ。そう、後ろが砂糖やねん。え、出たことない、めっちゃ美味しい。え、ジェネレーションギャップってやつ。あ、やそういう感じか。え、でもジオンが、まあ、ラブベリー知らんって言って、ラブベリーしてた、やってた。え、やってた、やってた、やってた。ジオン知らん。え、どう思うこれ、こう可愛くない、似てますよね。うん、でも片方やしな、前前髪の片方だけやしな、これ両方。え、だから両方腫れてるイメージ。はにゃコアちゃんが困った時に言うやつ。はにゃ、まあ、でも前髪の薄さとかめっちゃ似てます。確かに今さ、まだ増えた方は、入る前とかほんまにバーコードやった。バーコード、え、アンジュもバーコードやってる。前髪言ったらアンジュの前髪。2人してバーコードやった。私はあのもう潰れてたから。逆に多かったよな、ね、やるし、ないな、私しあるかな。やばかった。なんかほんまにさ、なんかほんまに このなんていうん、これが全体みたいな。これを広げて、え、そうちょっと待って、あれ絶対写真、え、ほんアンジュこんなんやった、え、ほんまにそんなんやった。でこだしやん、ほんまおもろい。でも私ね、あの6年生の時とかびっくりした、めっちゃなかったの、あの本当にあの舞ちゃん以上になくて、うん、前髪薄くしたくて、うん、超下手だったんだよ。だけどまだ重くなってた、きつい。やっぱ増えるような、なんかき、なんていうの、掘ってたらなんかさ、ん、え、わかる動き。待って、いけた。危な。今画面重くなったと思ったら、美咲から借りたやつがついてなかった。危な、ありがとう。危なすぎ。やっぱこれをバカにした罰が当たったんだよ。これをバカにした。いや、絶対美咲がバカにしてる、これは。逆や。これスクショ、スクショ、逆やスクショ、うん、スクショポンポンよ。え、でもな、晴れても毎日は可愛い。うすらはもう、じゃ元から、なんか元から晴れてるもん、お前なんか。じゃあハムスター、美咲生まれたてやん、だってもう生まれたてじゃない。生まれてから13年経ってますね。生まれたてじゃねえか。2008年なんで。あ、そろそろランキングや。いや、そんな時間なの。え、じ
じゃあ、男児はハグぐらいとか。私はずっとここにいよう。よし、にゃん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 ルームに行った。じゃあ行きます。私も一緒に読む。では13位キワフミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてその次の方、12位2番目のトマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきもありがとうございます。そして11位が富士さん、ありがとうございます。ありがとうございます。うわうわうわ。そして10位ゆうちゃん、アットマークミュウツーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ブブブブブブ。で9位まきちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。バカにしてませんよいじってな。でさ8位みすみんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ブブブブブブブ。そして7位テレピディさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ボボボボボボ。知ってかなってってかなってるで間違えた6位ゆりりん、ありがとうございます。ありがとうございます。収まらんくなってくるそして5位ゴンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてよあ読めへん、これシオン読まな。4位の方なんて読むか誰か教えてください。私調べるわ。じゃあちょっとじゃあさっき読むね。3位の方、じゃあ3位ムーチョさん、ありがとうございます。どうしよう、じゃあちょっとこれに書けよう。せやな、せっかくだ。3位ムーチョさん、ありがとうございます。じゃあそれ話しゃべっていい。ちょっと書いた。カメラに映らないようにしよう。あ、映ってる、めっちゃ映ってる。美咲が名前調べてくれるし、ちょっと見えんかった。3位、え、分からん。ちょっと、あ、ありがとう。3位ムーチョさん、ありがとうございます。めっちゃ真剣に調べてくれてる。ちょっと待って、メモランプ忘れるって。ここに書いて。うん。で2位シュンハッピさん、あ、シュンハッピーヨラーさん、ありが、あ、こうちょっと。こうちょっと。さっきのに。うん。すごい。2位。違った。2位シュン。シュンパピーになっちゃった。シュンハッピーさん、え、どれ、ありがとう。シナモンや。じゃあシナモン書いとこ。え、じゃない文字が。あ、あった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 。どれか。にぃシュンハッピーさん、ありがとうございます。シナモン書いた。待って、ごめん、ごめん、ありがとう、ありがとうございます。そして栄えある第1位はゆいとくん、ありがとう。あ、じゃあここに、ここに書く。さっきみさきが書いてくれた顔パンパンのやつ、ありがとう。え、でもなんか久しぶりやね。最初なんか騒いでる、なんか騒いでる。最初の2つはいけた。今みさきがね、名前を調べてくれてます。アリーが、ちょ、あれ消えちゃった。ほい、みさきの絵、ありがとう。あ、ごめん、ちょっと隠しちゃう、ごめん。ありがとう。1位 T シャツ大事にしてね。写真の本やったかな。ありがとうございます。ちょっと自己申告制にする？え、でも最初の文字だけでよかったらできた。辞書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 まではわかった。違ったらごめんなさい。なんて読むんだ。あ、いいところに来た。あ、シオン来た、シオン来た。ちょ、シオン、シオン、シオン。いいところで。いいところ来た。韓国語が読めへんくてさ。韓国語が読めへん。これなんて読む？辞書ドンブラコ。辞書ドンブラコ。辞書どんぶらこさん。あ、辞書どんぶらこってことじゃない。あ、辞書どんぶらこさん。そう、そういうことね。え、そんなん韓国語にできんのよ。え、どんぶらこって韓国語あんの。
いや、ないんですよ。ないない。え、なんかさ、韓国語が分からへん。でも、だからひらがなみたいな感じ。あ、あ、あだったら。じゃあさ、おはようございます。お疲れ様で、あ、もう終わります。これ、どん、どんぶらこってこと？はい、そうです。どんぶらこ、携帯を触ってる主人の前に立ってる犬。主人じゃないなんちゅう癖だったよ、ものまねもう乗っ取られとるやん。じゃあ、ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。今来たけどバイビー。皆さん、私のショールームもいつか来てください。ありがとう。待ってますよ。来てください。まいちゃんのショールームなんか来なくて大丈夫ですよ。そんなこと言っちゃダメよ、あなた。まなべ母ちゃんが、まなべ母ちゃんが怒ってる。そうです、ごめんなさい。バイバイ。バイバイ。